こんにちは、サラです。月90円のメンバーシップもよろしくで候ということで、今回はですね、春の新作下地がやばすぎる、多すぎて下地戦国時代です。あ、ホラガイ買えばよかった。次やるときはホラガイも買います。今回こちらですね、顔体用日焼け止めとかも結構出たんですけど、今回顔専用下地で比較していきます。下地のパッケージとかって見比べるほど混乱しませんか？なんちゃら配合、なんちゃらかんちゃらテクノロジーみたいな、結局どうなんってところをかいつまんで紹介していきます。私の肌タイプは混合肌で、 T ゾーンがテカりやすく、 U ゾーン目周りが乾燥します。ベース系アイテムはかなり個人差があるので、まあ、参考程度に見てください。そして最近ですね、 SPF と PA の表記に加えて UV 耐水性というのが増えてきまして、2024年11月30日までは表記しなくていいんですけども、それ以降に出荷される製品は UV 耐水性の表記が求められるようになっているそうです。めっちゃ簡単に言うと、40分の水浴試験をクリアしたら UV 耐水性星1、80分の水浴試験をクリアしたら UV 耐水性星2となります。今のところ星2がマックスです。今回 BB 以外は崩れにくさはなしにしました。というのもですね、ファンデーションを変えたり、パウダーを変えたり、塗る日を変えたりしたんですけども、結構ね、崩れにくさがファンデ次第とか、パウダーとの組み合わせ次第、その日のコンディション次第で結構違ったんですよね。なので今回はなしとさせていただきます。はい、ということでお待たせいたしました。それではレビューに移りたいと思います。じゃあまずこちら、プリマビスタスキンプロテクトベース皮脂崩れ防止 UV50、 メーカーは花王です。4月6日にリニューアル発売、 UV 耐水性星1、 SPF50PA3+、 注目処方がマイクロスムース処方、注目成分皮脂固化粉体配合。4色あるので顔に4等分して塗っていきます。こちらがベージュ、これがフレンチブルー、これがラベンダー、こちらがメロン、こんな感じで、トーンアップはカラーにもよるんですけど、今回紹介する中では比較的トーンアップする方だと思います。なので丸4つ、カバー力は丸1つ、しっとり度はほぼないので丸1つ、香りの強さはなし。 BB 以外崩れにくさの紹介はしないって言ったんですけども、ここまで皮脂テカリ防止に振り切ってると、さすがにテカリにくさ、崩れにくさを感じました。 UV カットもしながらカラーコントロールもできて、テカリにくいというオイリー肌さんの味方。こちらがリニューアル前のスキンプロテクトベース皮脂崩れ防止 UVのベージュ、こちらが今紹介したリニューアル後のタイプです。蓋の色が光り輝きました。そしてこのベージュの色がより分かりやすくなった。 SPF と PA は一緒です。こっちがリニューアル前、こっちがリニューアル後。リニューアル前のものよりもリニューアル後の方が滑らかさが結構違います。この粒子がより細かくなって、より塗り心地、伸びの良さアップしてます。でも基本的な仕様とか仕上がり感とかは変わらないので、今まで愛用している方も安心して使えます。そして次がこちら、キュレル色づくベースミルク湯上がりピンク、メーカーが花王、2月10日発売、 SPF24PA2+、 UV 耐水性は表記なし、注目処方が紫外線吸収剤フリー、アルコールフリー、注目成分がセラミドです。こちらもさっきのプリマビスタと同じくシャカシャカ振るタイプ。一応これは新色ということになるのかな。既存色だとベージュがあります。湯上がりピンクと言ってますが、結構これも薄ピンクベージュ、結構ベージュなので、トーンアップ丸1、カバー力はまあ丸2かな、しっとり度丸2、香りの強さはなしです。こっちが塗ってない方で、こっちが塗った方です。
めっちゃカバーしてくれるわけじゃないけど、色ムラとかほんのりカバーしてくれる感じ、その辺行きますとかだったら、もうこれでパパとベース終わらせて GO とかでもいい。学生さんにもね、いいんじゃないかな、この仕上がりは。ナチュラル、SPF 値がそんなに高い方ではないので、まあ、日常的な紫外線カットにはなると思うんですけど、やはり春から夏にかけてどんどん紫外線が強くなってくると、これだけでは心もとないかなという感じ。紫外線吸収剤フリーっていうのは敏感肌の方にとっては大きい。そして次、こちらイハダ薬用フェイスプロテクト UV ミルク、メーカーが資生堂、2月21日発売。 SPF50+ PA4+ の国内最高値、 UV 耐水性も星2、注目処方がアルコールフリー、パラベンフリー、注目成分抗生性ワセリン、トラネキサム酸。毎回新作が出るたびにバズっているイハダ、こちらもシャカシャカタイプ、結構しっかりとベージュです。伸びも非常にいい。ベージュなのでトーンアップは丸1、カバー力は丸3つ、まあでも 3.5 ぐらい、しっとり度が丸3。でもね、ベタつきとかは一切なく、薄膜なんだけどなんかしっとり、香りの強さはなし。こっちがキュレル、こっちがイハダ。これだけで外出全然できる。紫外線カット力も高いし、カバー力もそこそこある。これはかなり万人受けじゃないかと思います。次がこちら、オバジ。オバジ C デイセラム BB ライトとナチュラル。メーカーがロート製薬で2月10日発売。SPF50+、PA4+、UV 耐水性が表記なし。注目処方が、これがね、すごい機能的すぎて、ちょっと簡単に言わせていただくと、安定型ビタミン C 誘導体を紫外線反応型カプセルに内包し、日中もビタミン C を供給する処方。すごすぎる。そして注目成分がさっきの安定型ビタミン C 誘導体に加えて、保湿型ビタミン C 誘導体、持続型ビタミン C 誘導体、ツボクサエキス、アーティチョーク派エキスです。これがライト、こっちがナチュラル。今回はライトを使っていきます。トーンアップは肌トーンと選ぶカラーにもよるんですけど、私の場合ライトを使えば丸2かな。カバー力が今回の中では丸5、一番カバー力あります。しっとり度は丸2、香りの強さは丸3、ちょっと柑橘系の香りがします。これは BB タイプで1本で済みますので、崩れにくさを見てみたんですけど、崩れにくさ丸4。下地ファンデパウダーとかいろいろ重ねなくていいから崩れにくいっていうのも大きいと思います。とにかく機能性がすごいというのと楽。さっき言い忘れたんですけど、注目処方がもう一つあって、紫外線を赤い光に変化させ明るい血色感のある肌に見せてくれる処方もあります。だからもうこれ1本塗るだけで UV カットに加え、 UV に反応してビタミン C をお肌に供給、さらに配合されているパウダーが赤く反応してパッと明るい肌に見せる、そしてカバーもしてくれる。便利すぎ。これはね、もっと話題になっていいと思う。そして反対側がこちら、オバジ C デイセラム UV、 先ほどの BB の日焼け止め乳液バージョンなので、発売日とメーカー一緒。 SPF もこちらも 50+ PA4+、 注目処方も注目成分も一緒。こちらは出した時は白いんですけど、伸ばすとクリアな仕上がりで、ちょっとツヤが出ます。なのでトーンアップはなし、カバー力もなしで、しっとり度も同じ丸2、伸びはさっきの BB よりこっちの方がちょっといいかな。香りの強さも一緒です、丸3、同じ香り。トーンアップはそんなにないんですけど、ツヤ感が出てちょっとなんていうの、パール感みたいなのがあるので、めっちゃトーンアップするわけではないのにツヤっと健康ですみたいな
感じに見えます。これも塗っていないようでビタミン C を供給してくれるということです。はい、次こちら、サナリンクルターン薬用デイケアプロテクション UV 医薬部外品、メーカーがノエビアです。ノエビアグループの他ブランドは有名なとこだと滑らか本舗、エクセル、毛穴パテ職人とかがあります。2月6日発売、 SPF50+PA4+、 UV 耐水性は表記なし、注目処方が紫外線吸収剤フリー、石鹸でオフ可能、注目成分がナイアシンアミドとピュアレチノール。もちっとした感じのテクスチャー。こちらも乗せた時は白いんだけど、伸ばすとそんな白くない。伸ばした感じはさっきのオバジの白い方に似てるかな。トーンアップは ② カバー力はなし、しっとり度 ② 香りの強さ ① でも本当に薄い、ほんのりオーガニック的な香り。下地ってだいたい 25g から 30g ぐらいなんですけど、これが 40g 入ってて、今日紹介する中で一番量がたっぷり入ってます。カラーがね、ピンクベージュって書いてあるんですけど、ほぼ白。リンクルターンね、どんどん最近人気がね、じわ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 と高まってきてて、まだね商品の数はそんないっぱいあるってわけじゃないんだけど、どれもね人気高いんですよ。だからこの下地も新作だけど人気が高まってくるんじゃないかなと思っております。この価格でしかも 40g 入ってて、紫外線吸収剤フリーで UV カット国内最高値、さらにナイアシンアミドピュアレチノール配合なので、エイジングケア、シワケアもできると。コスパすごい。そして次がこちら、最近また勢いがすごい、アリークロノビューティーラスティングプライマー UV、 メーカーはカネボウです。2月10日発売、 SPF50PA4+、 UV 耐水性が星2、注目処方がこすれに強い、メイクの上から塗ってもよれにくい、注目成分皮脂吸収パウダー。こちらがね結構小さっていう感じのサイズ感なんだけど、プリマビスタと内容量はほぼ一緒、 25g とこっちが 25ml。みずみずしい感じのテクスチャー。ピンクパールとシルバーパールが入ってて、ツヤ感が出ます。トーンアップが ① かな。カバー力なし。しっとり度 ③。こっちがリンクルターンで、こっちがアリー。みずみずしい塗り心地なのに、皮脂吸収パウダーが配合されてて、程よい保湿感がありながらもテカリにくいという処方、さらにこすれにも強いという、もうマルチに叶えてくれる下地。今ここにリキッドファンデとサラサラのパウダーを塗ったんですけど、この上からアリーのラスティングプライマー UV を塗ってみます。こんな感じ。オバジのデイセラム UV を塗ってみます。こっちがアリーでこっちがオバジェなんですけど、確かにアリーの方があまりよれずに塗れてる気がする。メイクの上からの日焼け止めの塗り直しって結構難しい問題だと思うので、これはありがたい機能ですね。はい、次がこちら、エリクシールデイケアレボリューショントーンアップ SP+AA ベビーピンク、メーカーが資生堂で2月21日発売、 SPF50+PA4+、 UV 耐水性表記なしで、注目処方がピンクパール配合、石鹸でオフ可能、注目成分がめっじゃあ簡単に言うと独自成分がとにかくたくさん配合されてます。こちら 35g なので結構入ってる。塗っていきます。かなり伸びがいい。スキンケアレベル、これもねピンクパールが入ってるのでツヤ感が綺麗ですね。なんかスーッとこう伸びがいいので少しアルコールの匂いを感じます。トーンアップは ② だけど、白って感じのトーンアップじゃなくてピンクの血色感のあるトーンアップ。カバー力はなし。しっとり度が ④。香りの強さが ③。アルコールの香りとは別にいい匂いがする。デパコスみたいな。コスデコ的な香り。
強みとしては UV カット力が高いのと、でも石鹸オフができてめちゃくちゃ伸びがいい、資生堂独自の成分がたくさん入ってて保湿力も高い、デパコスまではいかないけどサッと塗れて UV カットできてケアしているっていう感じが好きな方にはとてもハマると思います。値段の割に容量が入ってるのでコスパもなかなかいいとは思います。はい、そして次こちら、資生堂エッセンススキングロープライマー、メーカー資生堂、3月1日発売、 SPF25PA2+ UV 耐水性表記なし、注目処方が美容液レベルのスキンケア成分配合、注目成分がナイアシンアミドとケフィア発酵エキス、あのバズりまくったファンデのシリーズとして下地が出ました。こちらもかなり伸びがいいというか、完全にもう乳液塗ってますって感じ、トーンアップなし、カバー力なし、しっとり度丸4、香りの強さなしです。でも UV カットも多少入ってるよって感じ。裏にね、化粧下地点美容液って書いてある。かなり下地感はなくてつけ心地はいいんだけど、 SPF が 25PA2+ なので夏はもう厳しいかなと思います。秋冬とか、あと日差しが強くない春とか、ちょっと肌が揺らぎがちで下地を塗りながらベースメイクをしながらもケアしたいっていう方向け。ただ乾燥しやすい部分に塗るとかなりしっとりしてて匂いのとファンデのりがいい。他のファンデと合わせても使い心地は良かったんですけど、お金持ちの方はぜひこちら合わせ使いするとより良い。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まとめますと、オイリー肌さん、こちらプリマビスタおすすめ、乾燥肌さんエリクシールがおすすめ、紫外線吸収剤フリーがいいという方リンクルターンがおすすめ、石鹸オフ希望という方エリクシールとリンクルターンがおすすめ、肌をいたわりつつも UV カットができてカバー力も欲しいという方、イハダがおすすめ、とにかく1本で済ませたいぜ、何も考えたくないぜという方、オバジ BB がおすすめ。皆さんの下地選びの参考になったらとても嬉しいです。チャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。サラでした。これマジでダースベイダーじゃん。この写真を投稿してこれから何の動画を撮るでしょうかってツイートしたんですけど、面白返信一つ紹介します。時短なのに崩れない鉄壁化粧にて合戦に馳せ参じて候とか違うけどもう正解。